村沢明信は長野県塩尻市出身の陸上競技選手。専門は長距離種目。佐久長生高等学校、東海大学体育学部卒業、SG ホールディングス所属。入学した奈良川中学校には陸上部が存在せずサッカー部に所属していたが、兄の影響を受けて2年生から陸上競技を始めた。高校は兄と同じ地元の高校ではなく、 長距離層の名門作長生高校に進学した。作長生高校では、諸角速監督のもと、インターハイ、国体などで活躍。2008年には、世界ジュニア5000メートルの日本代表に選出され12位の成績を残した。また、千葉国際クロスカントリー大会、福岡国際クロスカントリー大会で好成績を残し、2008年に英国、エディンバラ、 2009年ヨルダンアンマンで開催された世界クロスカントリー選手権ジュニア日本代表に選ばれた。全国高等学校駅伝競争大会や全国都道府県対抗男子駅伝など駅伝においても好成績を残した。全国都道府県対抗駅伝では高校の先輩であり憧れの選手であった上野祐一郎、佐藤祐樹らと共に長野県代表として出場。 2008年2009年には、区間賞を獲得し、優勝に貢献。2008年の全国男子高校駅伝3区では、仙台育英高校の留学生で2007年2008年のインターハイ5000メートル発射、ポールクイラを相手に食い下がると、31秒差の区間2位となる23分38秒の歴代日本人、最高記録で走破し、 作長生高校の初優勝に大きく貢献した。2009年に東海大学に進学した後はインカレなどに出場し、宇賀ち教とともにユニバーシアードの5000メートル代表に選出された。日本インカレ1万メートルでは、留学生であるオンディバコスマスやガンドゥ・ベンジャミンらを抑え、ギタウ・ダニエルに続く2位入賞を果たした。また、 第86回箱根駅伝予選会では 20km を59分08秒で走り1年生ながら個人に1位となり東海大学は9位で予選会通過を果たした2010年第86回箱根駅伝では2区を走り14番手から4番手へと順位を上げる10人抜きでダニエルに次ぐ区間に1時間08分08秒の記録を残した 第15回全国都道府県対抗男子駅伝では、長野代表として3区に出場。道中は、柏原らと並走、大西智也に次ぐ、区間2位の24分17秒で走りで3人を抜き、先頭で4区へとたすきをつなげた。5月第89回関東、学生陸上競技対抗選手権、大会5000メートルで3位となり、6月第94回日本。 陸上競技選手権大会5000メートルに出場し8位入賞の成績を残した。7月24日、カナダモンクトンで開催された世界ジュニア陸上競技選手権大会5000メートルに出場し13分59秒66の記録で8位に入った。2010年9月の日本インカレでは1万メートルに出場し、 レース終盤で右足を捻挫しながらも2位に入った。故障からの副長途上での出場になった11月の第42回全日本大学駅伝対抗選手権大会ではハックを走り、順位を4つ上げる走りで東海大学のシード権獲得に貢献した。2011年の第87回箱根駅伝では2区に出場して、 最後方20番手で助けを受けると、鎧坂哲也や、ジョンマイなら17人を抜き去る走りで順位を3位まで押し上げ、前年の全日本大学駅伝で抜かれたベンジャミンを抑えにく歴代4位となる1時間06分52秒を記録して区間賞を獲得した。東海大学の総合4位に寄与して金栗43倍を獲得した。第16回全国。 都道府県対抗男子駅伝では、前年に続き、長野県代表の3区に出場した。助けを受けた時点の26位から一時トップに立つなど24人を、抜き2位まで順位を上げて4区につないだ。ただ一人3区を23分台で走破し、区間賞と共に優秀選手賞を獲得した。2011年4月の、 第59回表もリレーカーニバルでは28分00秒78を記録した。6月の第95回日本選手権1万メートルでは、うがち京都、先頭集団を引く形でレースを進め残り2周過ぎに、スパートを仕掛ける走りを見せた。最後は佐藤祐希に交わされたが2位に入り、アジア陸上競技選手権大会の日本代表に選出された。 7月のアジア陸上競技選手権、大会1万メートルには、ウガチと共に出場し、バーレーンのハサンマハブーブラを相手に、積極的に戦闘を競って、戦いを進め、3位に入った。2012年の第88回箱根駅伝では3年連続となる2区を担当。過去2年間のような他を圧倒する、ごぼう抜きは見られず、逆に、 区間賞を獲得した青山学院大学のエースでき、雄大に抜かれてしまった。それでも村沢も5人を抜き、区間3位でまとめている。2012年4月のカージナル招待で1万平方メートル7分50秒59の自己ベストをマーク。しかし、その後は調子が上がらず関東インカレや日本選手権でも、思うような実績は上げられていない。首相でありながら、 怪我でチームを離れている期間も長く、その間は同学年の早川翼がチームを引っ張った。結局、最後の箱根駅伝を目指す第89回、箱根駅伝予選会にも出場することができず、大エース村沢を書いた東海大学は本選出場を逃した。そして、予選会を走らなかった村沢は、関東学連選抜のメンバーにも選ばれることはなく、 村沢の大学での競技生活は思わぬ形で、終幕を迎えることになってしまった。しかし、2013年の箱根駅伝本戦では、関東学連選抜のメンバーとして二区を走った、チームメイト早川翼の給水係を自ら志願し、4年目はわずか80メートルほどではあったが、それでも早川が何度もボトルを口にし、なかなか村沢に返そうとしなかったため給水係の、 平層としては長いものであった。4年連続で箱根駅伝の2区を走った。自衛隊体育学校に進んだ競歩選手の勝木隼はとは大学のチームメート。大学卒業後、高校時代の同級生である佐々木博文と共に日清食品グループに入社。しかし、大学4年時からの不調を引きずり、日本選手権や国際大会といった大舞台から離れていた。 それでも、社会人2年目の2014年東日本実業団、対抗駅伝競争大会では7区を走り、区間賞を獲得、本戦となる2015年全日本実業団、対抗駅伝競争大会では、最長区間で各チームのエースが集う4区を任せられた。村沢は、先頭で、高校、大学の先輩でもある首相の佐藤祐樹から助けを受け取ったが、序盤に、 勢いのある社会人1年目のルーキー・トヨタ自動車の、久保田忍と、小二上のルタの設楽慶太に追い抜かれてしまった。しかし、一度は15秒以上両者から離れてしまった。ものの、高林交差点を左折後、向かい風を受ける形になる終盤で徐々に差を詰めていき、最終的に先頭の下楽と6秒差、2番手の久保田と2秒差の3番で、タスキをつなぎ、持ち前のタフさと、 健在ぶりをアピールした。2015年の第99回日本選手権では3年ぶりに1万メートルに出場し、東海大学時代のチームメイト早川の4位に次ぐ5位でゴールした。2017年3月の第72回琵琶湖毎日マラソンへ一般参加選手として初マラソンに挑戦。 ベース前半は 5km ごとのラップタイムが14.15分台のハイペースへ果敢についていき、25km 地点では一時日本人の単独首位となる。しかしその直後にアフリカ勢の優勝争いからは脱落となり、35km 過ぎで佐々木悟に抜かれると、そこからは大幅にベースダウン。次々と後続の選手に追い抜かれ、35から40。 キロメートルのラップは20分台にまで落ちてしまう。過労うじて乾燥こそしたが、ゴール地点では完全に力尽き倒れ込み、結局総合28位に終わった。2017年8月、北海道マラソンに出場して2時間14分48秒のタイムで優勝し、2020年東京オリンピックのマラソン代表選考会の出場権を獲得した。 2021年3月31日付で日清食品グループ陸上競技部が活動休止になり4月1日付で SG ホールディングスに移籍した。ありがとうございます。